皆さんお疲れ様です。さて、この季節がやってきましたね。言うてまだ2年目なんだけど、去年も出場したあれね。そう、令和相棒自慢杯ですね。これはポケモン実況者のシェイドさんが主催の仲間大会で、相棒ポケモンを設定してパーティーの一番上に配置し、その相棒ポケモンを絶対選出するルールになっています。ちょっと変わったルールだけど、相棒ポケモンを自慢し合おうっていう、ポケモン愛が込められている大会だよね。そうですね、対戦的にも相手のポケモンが一匹わかるという、この大会ならではの要素があって面白みがあります。で、私たちは光栄にも実況者の枠として呼ばれたので、張り切って戦っていきたいですね。でもこの中で一番弱そうなんだけど。まあまあ、本業は解説ですし、ネタ枠と思ってやっていきましょう。そして今回使うパーティーがこちらです。あ、まあ、だいたいいつも通りね。ファイヤー使っちゃうと強くならない？それがこのルール、禁止級伝説はなしですが、準伝説は使用可能で、去年は準伝説ポケモンたちにボコボコにされてまともに勝てなかったので、今年はファイヤー様を入れてなんとか勝ち星を増やしたいなと。まあ、確かに準伝ありのところに不遇パじゃ厳しいか。まあ、今しめとして睨みつけるを搭載しているので勘弁してください。羽休めでもなく鬼火でもなくあえてそれなのね。そしてこの大会のルール上、このブースターを絶対選出する必要があるので、この足かせを背負って戦っていきます。ほら、相棒とずっと一緒なんだからもっと喜びなよ。私が使うポケモンに戦闘面で喜べるほど頼れる奴がいるわけないじゃないですか。まあまあ、では大会の模様を実況していきましょう。久々だね、剣盾の対戦実況。今の環境はちょっと勝てる気がしないので手をつけていませんでしたからね。まあ、禁止球2匹相手は辛いよね。というところで、初戦の相手がこちらです。相手の相棒枠はラグラージだね。他のメンバーもかなりガチなポケモンだよ。そうですね、ブースター確定選出の手前、ランドロスやサンダーは相手にしたくないです。その辺何か対策してないの？強いて言えば HD 振りのバイバニラでサンダーは相手できますが、ランドロスと2匹がかりで来られるとちょっと勝てないかもしれません。不遇と二巡伝説2匹は荷が重すぎたか。そして選出ですが、呪われた装備ことブースター、安定のバイバニラ、総合力のファイヤーでいきましょう。相棒を呪われた装備扱いするのね。壊れるまで外せないやつですね。それでは対戦開始。相手はラグラージから来たね。こちらはレア度だけなら負けていません。色違い証持ちブースターです。出た、確率忘れたけどなんかすごいレアなやつ。覚え方が雑ですね。さて、初手はあくびの交換になりそうです。あれ、でもラグラージってクイックターンあるし、あくびされても攻撃しながら交代してくるよね。あ、しまった、そういえばそうですね。となるとファイヤーには交代できませんし、ブースターはタスキで耐えても眠っちゃいますねこれ。今だけ呼び水マラカッチが欲しくなるな。ここは美味しくありませんが、バイバニラ交代が一番マシですね。せっかくのサンダー対策をここで削られちゃうのは痛いね。サンダーはいないことを祈りましょう。不遇と使うと毎回祈ってばっかりだよね。ラグラージは安定のクイックターン。誰に交代してくるかな。誰が来ても辛いかもしれませんが。おお、レジスキルいたんだ。こちらの相棒枠ブースターなのに選出しているとは。ブースターくらい受け切れると思ったんじゃない？となると鉄壁ボディプレス型ですかね。持ち物食べ残しですし。となればここはファイヤーに引いて、炎技を打ち込んでいきましょう。おお、ファイヤーも色違いだ。まあ視聴者の方に借りた色違いファイヤーですが。まあ他搾取してる。今回はちゃんと返すのでセーフです。って言ってる間にドアスレ積まれたんだけど。え、鉄壁じゃないんですね。実は特殊系なんでしょうか。特殊系ならブースターで攻めた方が良くない？そうですね、後手後手になってしまいますが、ここは再びブースターに戻しましょう。でもブースターで仕留め切れるかな。今回のブースターは陽気のエース振りですから、火力はかなりあります。おお、それならいけるかもね。気合のタスキはあられで潰れてしまいましたが、次のターンでフレアドライブを打ち込んでいきましょう。あん、でもレジスキル交代されちゃったね。しかもランドロスは美味しくないですね。威嚇をもらってしまいます。威嚇もらったらブースターごときじゃランドロスは倒せないねー。返しの自信もブースターなんかじゃ耐えられませんし、やはりブースターは足かせにしかなりませんでしたか。そりゃそうよ。うわー、神様仏様ブースター様ともゆの相棒、発見される。やっぱり相棒はウィンディじゃなくてブースター。これが証持ち色違いのご利益だね。まあ急所は 4% くらいなので稀によくありますから。そしてさっさと交代しないから、ラグラージにステロ巻かれた上にブースターが寝たんだけど。倒してくれると思ったらバッチリ起点にされちゃいましたね。判断が遅い。
そしてここは眠ったままのブースターを倒さず、レジスキルミス交換ですね。ああ、やりたいことやらせちゃってるな。しかし最速を期してあくびを入れられれば、レジスキルを交代させられるかもしれません。ここは確定で眠りだから、次のターンで起きるかどうかだね。あれ、鉄壁もあるんですかこいつ。ようけレジスキルみたいだね。レジスキルってそんな方もいるんですか。これだからマイナーは。君がそれを言うのか。まあ、両受け型だろうがここでブースターのあくびが決まれば関係ないですね。ブースターは起きてくれないですね。どうしたんだブースター、何のための色明かしだ。さっきの急所で運は使い果たしたんじゃない。そして鉄壁と度忘れ両方積んできましたね。早く起きてあくび入れないと手遅れになるよ。お、ようやくお目覚めですか。2ターン眠りで起きるならまあまあかな。あとはこの後、レジスキルが交代するのか居座るのか。防御は2段階上昇でも、さすがにブースターのフレアドライブ受けきれないと思うんだけど。でもラグラージ交代もありそうですよね。ラグラージ来ても HP 削れてるから、ファイヤー対面で倒しきれそうだけど。ならばここはファイヤーを出していきましょう。相手はどうしてくるかな。どうであれステロがあるのでファイヤーはもう戻せませんが。半分削れちゃうからね。そしてレジスキルは居座りで鉄壁、眠る選択を取りましたか。ブースターの攻撃受けきれるって判断したのかな。今思えば、相手はこのレジスキル通さないと辛いところですからね。無理やり居座ってきた感じでしょう。しかしこちらにはまたとないチャンス、容赦なくダイバーンで攻めていきましょう。ここは晴れ天候にして火力で押していかないとね。おお、相手は眠りながらも大マックスですね。やっぱりこのレジスキルを無理やり生存させたいんだ。となると、レジスキルが早く起きるか、ファイヤーが倒しきるかの勝負ですね。言うて命の玉持ちファイヤーだし、そこまでターンがかかることないんじゃ。うわぁ、火星。ファイヤー、特攻に努力値振ってるよね。性格は臆病ですが、特攻は曲振りしてますし、金の王冠も使って、命の玉も持ってこれですよ。特防4段階上昇といえど、ここまで硬いとは。これは3ターン眠ってくれないと困りますね。よしよし、2ターン目は眠ってくれましたね。これでファイヤーはあと2回は攻撃できるし、ブースターもいるからなんとかなるかな。晴れダイバーンの火力もかなりのものですし、なんとかなりそうですね。一時はどうなるかと思ったけど、やっぱりファイヤーがいれば純伝説ポケモンが来ても、ある程度渡り合えそうだね。色違いにこだわって視聴者の方から借りて正解でしたね。無理に色違い縛りしなきゃいいのに。でもほら色違いご利益で3ターン眠りを引けましたよ。さすがに関係ないと思うけど。これがご利益なの？そうですね。さすが新唯一新ファイヤー様といったところでしょうか。さあ、あとはラグラージを倒せば勝利です。とりあえず勝てそうだね。上手に焼けました。いやいや、やりすぎやりすぎ。さて、初戦から色違い統一によるご利益満載でしたが、いかがだったでしょうか。果たして色違い統一のおかげなのか、久々の出番でみんな張り切っているのか。どちらにせよこの5運ぶり、これは幸先のいいスタートですよ。逆に急所とか引かないと対等に渡り合えないのでは。ほう、気づいてしまいましたか。不遇パの心理に。